じゃあレッドはやってました。カルコのボルです。まあ、あ、そうなんだ。すげえ。で、まあそのガオレンジャーのレッドをやってて、で、まあもちろんガオレンジャーの中ではもちろん最年長で、で、僕レッドになったのが、27歳、6歳から7歳だったんですね。だから割と、ね、年いってたんですよ。だから、そんな、本当に、まあ、1個前はタイムレンジャーっていうので、うん、そのタイムレンジャーの連中よりも僕はもう全然上で、で、その前の555の連中の中に入っても僕が上で、あ、そうなんだ。そうなんです。で、その前が銀の間になったかな、うん、そうね、で、銀の間になるってくると、だから小川さんがいたりとか、前原君がいたりとか、うん、やっとジジイが出てきた。僕より上が出てきて。俺ね、和田さんは一個上だったのに、はい、ずっと同い年だと思われてて、はい、ずっと同い年的に話していたのに、はい、急にこの間、はい、先輩だって一個上だって言ってですか。その間、この間っていつですか。その去年の去年、うん、何年ぐらい前から付き合いがあるんですか。もう20だから俺最初の頃ずっとタメ口で喋ってたんだけど、はい、その先輩っていうことが分かってから、なんか先輩風を吹かせて。そうなんですか。ない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 そうなんですか。ないないない。例えば、え、もうなんかこういう筋肉で言わしてくるみたいな。言うわけないでしょ。金子さん、面白いこと言ってください。バカ野郎。大阪市西区南堀江からやってまいりました小川照明です。忍者戦隊クックレンジャーの忍者レッド、そして、聖獣戦隊ギンガマンの、黒騎士ヒューガをやらせていただきました。その他いろいろ出ていますが、今は最近は声の仕事とモーションキャプチャー、をやってます。お母さん、ほんと黒いです。何やってきたんですか。俺も今日入ってきて、おい、一緒に誰だか分かんなかったんですから。やばいよ。いやいや、なんでじゃないですか。え、海海水よ。海と、あとは走ってるから、ずっと。肉体改造。どこら辺走ってるんですか。いろいろ。あ、今ね、高尾山が趣味で、高尾山に週2ぐらいで登ってます。すごい。年々身長が低くなってる和田圭一です。あ、そうですか。俺も下がりましたと思って。じゃあ、今何やってるんですか。今と昔教えてください。今と昔、まあそうですね、生まれは秋田県生まれ。そっから始まりますか。そっから始まるの。岩手県育ち、色白口下手、引っ込み思案の人見知りと来たもので、はい、まあ小学校の頃ですね、よくそれで芸能界に乗り込んできましたね。本当ですよ。高校のね、あ、高校じゃない、国語の朗読に先生が当てられちゃうと、はい、もう声が震えて泣き声になっちゃうし、もう本当恥ずかしがり屋で、よく今自分があるなと思ってますよ。この間だってテレビに出た時、大レンジャーの、はい、なんか吹き替えっていうか、うん、声だけ入れたらすごい声が震えてたっていう。震えてないの。あれは震えてないです。震えてないの。なんてこと言うんですか。あれは震えてないの。あれは解消したで、あれ、あのかすみちゃんに会えると思ったら会えなかったっていうね。酒好きで昔はね、地球の平和を守ってました。最近はムードカヤもやってます。ムードカヤ、はい、ライブやってるんですか。はい、まあ恥ずかしいながらやってます。お酒を飲むとすごい変わる。変わりますね。めちゃくちゃ変わる。しとやかなんです。何がどう変わるんですか。本性がね。変わる。いやいやいや、だからその本性は何ですか。危ない人、なんか飲ませたがりになる。あんまり先輩、僕はその先輩たちと絡んだことがなかったんです、これまで。で、後輩たちも、遡って言うと10年は後輩は仲良くはないかな、5年ぐらいは下の後輩たちはこうどっかで接点があったりとかあるんですね。だから先輩でも、だからそれこそ銀河マンぐらいかな、うん、はあるんですけど、だからそれより上とかはなかなかなくて、接点が。で、なかなかまあその先輩たちと触れ合うことがないので、どんな人たちなのが戦隊にはいたのかっていうのも今日初めてで、誰が変態だって言えない。先ほどまあ自分たちがこういうのやっていたと言ってらっしゃったので、うん、当然自分がやってた分変身後は書けるでしょう。ほぼ初じゃないですかね、ご本人がご本人のイラストを描く。なぜ今日は台本を当日まで構成台本を渡さなかったのか、絶対先に渡すと調べてきちゃうじゃないですか。特に和田さんのとこ本気で練習してきそうなんで。確かに。でも僕らの頃って、なんだっけ、大泉でシネファンタジーっていう夏のイベントがあって、あそこで T シャツは販売してたんですけど、そこになんか俺
絵を描いて、はい、イラストを描いて販売してた。大丈夫です。そう、だから俺も自分のやつは意外と子供たちに描いてあげたりとかしてたんで、描けますね。描けます。あ、大レンジャー超難しいと思いますけどね。大レンジャー俺も全然思い出せないですよ。なんてこと、記憶に残ってないってことじゃないか。ケルタでわかんないよ。あ、もう早速書くんですか。はい、もう書きましょう。はい、これ無音になりますよとか言って。いいですよ。いやいや、じゃあなんか歌いながらやってみます。なんとか民謡とか歌ってます。ポーランド民謡とか。あれ、え、あれって何知ってるんですか。え、知ってるの。違う違う違う、あれは自分のこの、そのあれか。民謡の話してたから、民謡知ってんのかと思っちゃったじゃないですか。民謡でも俺これめっちゃ疲れるポジションだな。やっと分かった。楽しいけどすげえ。ちょっとマッキーかけた、はい、お、早いの、はい、かよこさんは割とそうです。俺も格変ではなんかすげえ苦しいんだ。おばさん苦戦中ですか。いやいや、もうできた、もうできた、やめした。はい、これでいいや。金子さん、二人でいきましょうか。いきますか。いきましょう。せーの、ジャジャン、ガーレット。おっ、うまい、うまい。ちょっと、そう、だからこれはね、書き慣れてるから、ちょっと思ったよ、うまい。これなんか本当になんかグッズとかの T シャツのこの辺にあるでしょ。あるでしょ、あるでしょ。お見どころな、これなんですか、この88番っていう。じゃあ、なんかね、マークがあったんだけど、マーク書けないから、ウィウィって書いてある。俺、これが口だと思ったの。え、何それ、先輩の嫌がらせみたいな。え、これ口でしょ。でもこれ牙があるから、そう、これが上で、ここがになってる、ね、これが口だよね。まあ、だから、まあ、そういう面だったんですよ、ね。いや、でも、最初としてはすごいいいですよ。あ、いいです。一番最初に出したことになって、うん、これがいいんだったら、俺、多分結構似てるからいい。じゃあ、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 次、そうですね、小川さん行きましょう。はい。ああ、ニンジャレッド。やっぱり丸と線だ。そうですよね。周りには時間かかってたよ。いやいや、ちょっと分かんなかったら、この上がね、なんかあった、これは間違いです。これ光ってるみたいな感じ。これ今、かけ慣れてたんで、やっぱりね、僕たちの。ね、やりようがない。じゃあ、画伯。僕いいですか。はい、和田画伯行ってみましょう。出てた、大演者出てた時の僕でいいんですよ。じゃじゃんっつって。あれ